こんにゃくと言ったら酢味噌、酢味噌と言ったら刺身こんにゃくみたいな感じがありますね。あとね、酢味噌を使うとしたらホタルイカを食べるときくらいですかね。美味しかった。ごちそうさまでした。今日は刺身こんにゃくをただ食べるだけの動画を撮ってみました。また何か食べる動画あげたいと思います。おしまい。